ドクターゴロです。今回はクラシック音楽の教養を深めるための動画です。クラシックに詳しくなるためには、まずどの作曲家がどの時代に活躍していたかを押さえることが重要です。とりあえず行き当たりばったりに音楽を手に取って聴いてみるよりも、クラシック音楽の時代背景を知ってからその歴史をたどるように音楽に触れる方が偏見がなく理解が早まり知識が深まります。なので手始めに主要な作曲家の生まれ年をサクッと語呂で覚えてしまいましょう。クラシック作曲家一覧と検索すると主要な人物は3、40人います。この相関図のように作曲家同士縦横のつながりがありますが、これらを覚えるためにも作曲家の生まれ年が分かれば一瞬で理解できます。例えばショパンやリスト、シューマン、ワグナーなどが同じ時代に活躍していたことは誕生年を考えれば分かりますし、ワグナーの再婚相手である小島がリストの娘であったということがいかに上京していたかということもよくわかります。それでは行きましょう。まずはバッハです。生まれ年は1685年。バッハにちなんで1688バッハだといいんですけど、そうではいきませんね。改めて1685年は古い時代の作曲家であったことがわかります。その時代はバロック時代と呼ばれていて、それまで無機質に思えた教会音楽から芸術性を高めた音楽への転換期とされています。その重役を担ったのがこの音楽の父、バッハです。バッハは多くの教会音楽を作りましたが、例えばバッハのマタイ受難曲、つまり聖書を題材にした音楽、これを聴けばそれまでのものと違うことがわかります。3時間もある曲なんですが、第1章だけでも聴いてみてください。この第1章はイントロとともに作品全体のあらすじ的な役割にもなっています。このメッセージ性豊かでドラマチックな仕上がりは時代を超えて感動を与えます。バッハの音楽は様々な思考が凝らしており、例えばマタイ受難曲のこの奥に鳴り響く低音デーン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 は、イエス・キリストが十字架を担いでゴルゴダの丘を歩く歩調をイメージしたとされています。個人的に僕がこの曲で好きなのは、合唱に少年合唱を含めているところです。少年少女の力いっぱいの合唱があることにより、暗いモチーフの内容の中に一握りの希望を感じさせてくれます。またシンプルな合唱パートが多用されていることから、この教会音楽は誰でも歌える身近な存在となるという効果もあると思います。バッハの音楽は奥が深く、何回も聴くたびに新たな発見があります。マタイ受難曲は何よりも繰り返し聴くことをお勧めします。文句を言わず、とりあえず10回は繰り返して聴いてみてください。だんだんとその良さがわかると思います。バッハは音楽の歴史を変えた、僕にとって音楽のヒーローです。1685年はヒーローが跋扈した年と覚えました。ヒーロー跋扈1685。そして同じ年に生まれたのがヘンデルです。ヘンデルの音楽はバロック時代の象徴とも言えて、美しいものをそのまま美しく表現するという、言い方は悪いかもしれませんが、分かりやすい音楽とも言えます。そのバロック時代らしく音楽に神秘性を追求していたということが伺われます。続いてベートーベン。ベートーベンは1770年生まれです。バッハから100年ほど時代を下りましたが、それでも古い時代の重要人物です。バッハが音楽理論の基礎を構築し、音楽に芸術性を与えた音楽の父だとしたら、ベートーベンは音楽というジャンルを芸術の頂点にまで高め、一般人にも音楽という価値観を推し広めた革命家と言えるでしょう。
例えば交響曲第3番などそれまでの常識を覆すようなダイナミックな構成があり、そして人間ドラマのような怒りや悲しみ、不安などのネガティブな感情も効果的に組み込まれているのが特徴的です。それまでの17世紀の神秘的な音楽から人間の内面を映し出すような個々の魂に訴えるような音楽がベートーベンの音楽です。僕が今ベートーベンで一番好きなものは熱情です。これは勇者が一度倒れ、そして安らぎとともに新たな力を手に入れ、最終的にラスボスに立ち向かい勝利を収めるといった典型的なストーリーです。その登場人物である勇者の感情の機微が音楽でうまく表現されています。超絶技巧のピアノの中でか細い単調な旋律テン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 が挟まるところなど、聴く側に緊張感が走ります。ベートーベンは語るとキリがないですが、彼自身難聴に苦しみ自殺を試みたほど追い詰められたことは有名です。絶望に打ちひしがれ、それでも運命に抗い音楽のために生きようと決意した。その最中に作った音楽が悲壮であり熱情であり運命でした。壮絶な人生の締めくくりにベートーベンが我々に伝えたかったことは第九の歌詞でわかります。快楽ではなく歓喜を求めよということです。ぜひ第九を聴いて歓喜を味わいましょう。次はモーツァルトです。モーツァルトも言わずものかな有名な天才作曲家です。生まれ年1756年は語呂がなくても覚えるべきです。語呂はないです。語呂ないで無理やり5671を入れ替えて1756と覚えてもいいですがね。それぞれの作曲家の肖像画の印象からするとモーツァルトは若く見えますが、実際はベートーベンより古い時代を生きていたのですね。改めて気づかされました。モーツァルトはよく天使が人間界に降りたものだと言われるほど天才的な音楽ですね。例えばジュピターを聴くとそれがわかります。感動ポイントを完璧にクリティカルヒットしてくる音楽です。よく言えばもうちょっとサビの部分を繰り返してくれればもっと劇的になってもっといいのになと思うんですけど、もしそうなっていたら感動の域地を超えてしまって人間がぶっ壊れてしまうのではないかとも思います。モーツァルトの音楽は天使のいたずらのような完璧なものですが、稀に第20番など悪魔的な要素も含んだ楽曲も僕は特に大好きです。もっと言うと20番の第2楽章はむしろ天使的な音楽で、聴いているだけで救われた気持ちでいっぱいになります。僕の葬式ではこれを流してほしいと思っています。次、ショパンです。ショパンは1810年生まれ、ロマン派の象徴ですね。この前後の年に大量の有名作曲家が誕生しています。ショパンのピアノは響きが特に綺麗で、
僕はショパンの別れの曲が全ての音楽の中で一番好きです。あの有名な旋律から一変して不協和音のようなぶっ壊れたような激しい感情の爆発がうまく表現されて、それが3分程度にすっきり収まっているという作品、これがたまらなく好きです。中学校時代の下校時に流れる定番音楽でしたが、なぜあの転調部分までを流してくれなかったのでしょうか。そのせいでショパンの凄みに気づくまでに僕はだいぶ時間がかかってしまいました。ショパンが奏でる音は一番いい音ということは誰もが認める事実です。1810-1810、一番いい音と覚えましょう。今回は個人的な思い入れが強い人物が多く、語りに時間がかかってしまいました。次回はもっとサクサク語呂を紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。